やっぱね、よみがえる。もしかしたら今日あるかも。ボコボコ大作戦は今回で52回目。これからもよろしく。この番組ではポコミと愉快な助っ人たちがポール近くのご褒美目指してプラスを目指す。そして前回までの経過はご覧の通り。今のところ七之助は大当たりなしだが、ポコミ、ユッケがほぼ同時に大当たりし、現在のサダマは若干だがプラスだ。このプラスサダマを死守するんだ。ね、今日のさ、一流って何なんだろうね。最近なんか何食べてる最近この番組で。何ですかね。前回はインドカレーで。寿司とか行ってないの？寿司は行ってますよ。最近？最近じゃないですね。お。多分肉じゃないと思うんですよ。肉系は。最近行ってる行ってるじゃん。魚系あるよね。魚系あるよ。あるよ。寿司シースあるぞ。ある。一流のね、あの大将のね、カウンターの大将のあの一個ずつ握って。マジでやばいな。あの値段が分かんない寿司屋。いや怖い。行ったことないからそういうの。うわ行ってみたいよね。行ってみたい。いやでも逆に大将が「へいお待ち」っつって、はい、手をつけた瞬間に「はい帰ってください」って言われても結構きついよね。だって作ってくれた大将が目の前にいて「はい退店です」ってなるじゃん。いやでも一流になればご褒美が良ければ良いほど、うん、なんだろう、いいっていうか、そのあんまり行ったことないようなところというか、うん、だともう本当にへこむんですよ。そうだよね。マイナスだった時の本当に嫌だ。いやそういうの、いや寿司だったら俺超へこむ本当。今日寿司であることを願ってちょっと頑張ろう。テンションがめっちゃ上がってきた。さっきまで駄那下がりでしたもんね。え、駄那下がりでしたもんね。ちょっとね。そうだね。やっぱりっぱ、うん、いろいろ外しちゃうとね。でみんながこう一緒に各編とか ST とか終わるとさ。確かに、うん、今何も起きないですもん。そうでしょ。あ、そういう風にテンションを上げようと言ってるけど、はい、ここにまだお腹いっぱいなんでしょ。私ね全然ついてないですね。全然テンション上がってるんだもん。盛り上げようとしてるのに。上がってますよ。上がってる。上がってますよ。田中由紀ちゃんも上がってる寿司で。え、はい、上がってねえじゃねえかよ。下がってない。あ、いや、はい、頑張ります。あとは一流って言ったら何だろう。なんかもう一流って言ったらシェフみたいな。一流シェフレストランとか。いいね。なんかフランス、違う、イタリアがなんかそっち系のイメージがあります。だからなんか日本じゃなくていい、ね、シェフね、シェフ的なね。そう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 です、はい。ちょっと俺まだソムリエとかが、ね、こういてワインとかをこう出してくれたりするようなとこ行ったことないから。決めてもらいたい、ね、ちょっとカッコつけていいよ、あなたのお任せでいいですよみたいなことをね、ドヤ顔で言いたいんだよね。それカッコいいですか。お任せってなんかいつも来てる感じでいいよ。いつも通り。あ、なるほどね。あ、いつも通りみたいな。ちょっと来てるよ感出してさ。いや、そういうとこ行ったことないけど、うん、行ってみたいな。一箱終わりますわ。私も飲まれます。まだ私にはもう一箱残る。あ、もう一箱残ってる。結構あるんだよ。結構あるっけ。3箱あったんだよ。これでもうちょっと使ったら5000発でしょ。2万円ですか。2万円いきそうで、1回の当たりがまあ850個だから4連違う、6連か。 6、8、18。あー、きついなー。6連。もうとりあえず2万円までいっか。はい、一応ユッケが浮いてるのと私が2500円しか投資まだしてないんで。ありがたい。そんなにヤバくはないと思う。そんなにまだ、はい、トータル的には。ちょっと一瞬その6図からが今回カジさんなんでね、下でテンパるとドキッとするんですよね。前までは2図からだったから。で、だんだんね、2は大当たりの子なんで。いや
そんな昔の話をするぐらい何にも来ない。なんで6図柄になったんですかね。ねえ、それはちょっと初代から打ってる人とかはやっぱ違和感ありますよね。ねえ、2でいいよね。リツコさんが4で、あ、いや、冬月か、ごめんなさい、冬月先生か。リツコが8でしたっけ。あれ 4、 あれ 4 が4は冬月先生だよね。4が冬月で、リツコ8でしたっけ。 6? あ、リツコが6か。そう、あ、なるほど。いや、やばい、2万円をすみません使いました。しょうがないっす、何にもなし。どうしよう、もう5000発分これで取り返せる気しないんだよな。ちょっとぐるっと見ていきます。まあでもこっちの方がね、やっぱ2分の1でじゃない、 63% か、へそからは ST 行くんでね、ちょっと粗めのヤマトの、まあ、前のVSD タイプの方に行きたいと思います。そういえば今日ポコミさんとめっちゃ格好が被ってるんですよ。そうそう、確かに。私メガネ珍しいと思うんですけど、あのガチメガネなんですよ。ちゃんと土入りのメガネってことですよね。土入りで、こう家で、はい、私結構目が悪いんで、はい、家ではメガネすること多くて、でそういうのプライベートのガチメガネを許可くれたっていう、その流行り目でコンタクトとかもできなくて。ああ。お肌にお水やったの？でそんな珍しい日にユッケと被るっていう。ね、ニットも一緒だもんね、こう被ってるニットの。そうなんですよ。同じ感じのニットだった。しかも同じ感じのメガネっていう、ちょっと大きいやつ。なんかさ、仲のいい2人でさ、出かけるとき、なんか格好を寄せていく2人とか、なんかそう、あの、双子コーデみたいな、はい、うん、あるよね。ゆきやったことある？ありますよ、双子コーデありますよ。なんかあの、どっかイベントとか行くときに合わせてったりとか。なるほどね、はい、します。あ、そうだ、私ちょっとヤマトの方に移動してですね、はい、ちょっとやっぱ初当たりから 63% で ST、VST 突入と、はい、いう感じで、ちょっとスペック上げたんで、ここからまくっていこうかなと思いますんで、お願いします。はい、頑張ります、よろしくお願いしますね。やるよ。一撃性のある感じですか。そうで、しかもこれの77分の1のアーマーとかも俺めっちゃ打ってるから。あ、言ってましたね。うん、もうね、完璧、演出とか来たらもう全部完璧。おお、大得意じゃないですか。ちょっと頼りにしてください。私も調子悪いんで頑張りましょう。なんだかんだね、今日ちょっと雲行きが怪しくなってき始めたね。そうなんですよ、何も起きないです、ダイエットをしたから。あかん、ラスト一箱に手をつけてしまいました。うぅ、やばいな、私はもう1万円使ってるんで。いや、俺もう2万5000いくからね、もう。おぉ、ユッケいくらだっけ。私は2500円使ってますね。2500円、うん、投資してます。僕何もしてないのに。やばい、1万発近く投資いきますね。いや、そうだね、言ってるね。やばい、いやいや、ほんと何も起きないな。ワープ予告、激ワープの方が全然いいんでね。で、ミショートの時は、あ、今赤いのが来たからちょっと長いバージョン、まあ、長ければ長いほどいい展開だというのはあると思うんで。うわーい、うわー、アナライザー君、え、うおー来た、熱いの。熱いですか、やってきました。ただこの後飽きた、波動砲、波動砲か最終決戦どっちか、波動砲で、いやー、フルーツ柄、タイトル、よし、これはもう十分熱い。ただ、あのね、アマデジの77でもこれね、結構外すんだけど、このあと、そう、波動砲をセットするときの後に、このあとですね、セットをする、で、焼くものが動く、このあと赤フラが大事。
うわー緑ー、これね当たる占有率悪化フラが非常に高いんで、もうこれで結構やばい。でこんだけ熱い展開でも最後引けのこのレバーがない場合があるんですけど、ないともう激ヤバ、ないと超外れる。アマでもいや頼む、アナライザー君とフルーツから来た、いきます、ナス、あーナス、フルーツからだよ。ただ熱いんで復活した場合は ST 突入濃厚になるから、ピンチはチャンス、チャンス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 、外れ、え、外れた、え、フルーツからとアナライザー軍とハドホリーチ外した。今日やばくないですか。今日やばい、今日やばい、俺どうしたらいいんだろう。俺もうアマデジった方がいいんじゃないかな。あとお前俺がガチで外してるのに笑うんじゃないよ。いやーどうしましょうね、ねえ助けてよ、私何も起きてないですからね。それこそ私地獄少女に移ってから心ワクッとした瞬間ゼロですから。頼むよ。あ今巨乳のおばさんのリーチでしょ。あ違うか。あ、私ですか。あ、全然違う。ちぐかりとも通常時ですよ。全然違った。なんかああいう顔のああいう体格のおばさんで大体巨乳ですよ。そうだね。もう相場はもうあの巨乳って決まるよね。そうなんですよ。で無駄にちょっと揺らしてますよ。そう。あれが腹立つんだよね、見え打ってて。やっぱ嫌ですか、ああいうアピールは。いや、なんか電車とかで、はい、そのああいうおばさんがね胸元開けて。男ってつい目がいっちゃうわけよ。あついついね。そう、はいはい、それで何で俺見てんだってほっぺたこうバシバシやるんだけど心の中では。でもちょっと友達と喋っててまたそっち向いた時にその谷間があるとついちょっと目がいっちゃったりするの。そういうのがね結構その地獄少女でさ、あのバレードのあるあるじゃん。ありますね。あれでつい見ちゃうからイラッとするんだよね自分に。えていうかしかも、うん、なんかそういうおばさんって、うん、なんかこう何見てんのよみたいな感じになんかちょっと目線送られません。あれあった私の胸何をっていう。そういやそれね超ムカつくよね。そんなムカつきますよね。だから谷間出すかって話だしね。そう本当そうですよ。あれはねそれはちょっとエロい目で見られてるの方がまだ花だと思った方がいいですよね。いやまあ見てないにしてもそうつい男が行っちゃうんだよっていうのをねちょっと分かってほしいし、その富士商事とその地獄商事の代もちょっとねあのおっぱい揺れてることに対してイライラする人はいるんだぞっていう。なるほどね。うん男から目線ね。それでかけりゃいいってもんじゃないぞと。そう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 。あーもう持ち玉なくなっちゃう。いや俺も3枚目なくなっちゃう。ちょっとこれもう大丈夫このまま行って。やばいぞこれ結構やばいよね。うわどうしよう。ただこの地獄少女も入っちゃえばな。まあ確かにね。まだ分かんないっていうのはあるんですけど。追加投資します。あーハウスやばいな。私の ST がいや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 、いやそれ言うなら私もですよ。いやもうそれ痛いってもう。それ言うなら私ですよ。せめてね田中由紀ちゃんはちょっとすぐ当たればさ、まだ一人プラス。確かに一人だけね。あのなんでフルネームで呼ぶんですか。なんでちょっと怒ってるんですか。なんだよ、いつも呼んでる、別にいいじゃねえかよ。いつもフルネームでなんか呼んでないじゃないですか。なんて呼んでる。ゆき、いや、唯一ゆきちゃんっていう。あ、ゆきちゃんか。今そこどうでもよくない。いや、私ね、私自分の名字嫌いなんで田中とか呼ぶのやめてもらっていいですか。なんで嫌いなの。あ、そうなんすか。あ、振り向いた。地獄流し色だね。自由人かよ。何？あ、ちょっと出てんじゃん。超ギミック出た。お頼むよ頼むよ。
タイトル普通だ。あ、ヒガマナグあるぞ。お、1人プラスいけるか。しかもこれは、え、ちょっと待って、ちょっと IK じゃん。 IK、 そうそう、 IK リーチですよ。熱いじゃん。さあお願いしますよ。カットいなかったね。お願いします。やった。え、通貨投資500円ぐらい。はい、そうです。うわー、すげえ。あるぞ。やった。各編でお願いします。お願い、お願い。あー、ダメか。まあ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 、昇格に期待だね。必ず自分に帰ってくるはず。ああ、ここで戦火の決断行くんだ。でも新規保留なんだよね。1回はこれは滑るんで、2回目赤テロップかどうか超重要。ううここでダメか。行ったら3回目本当ここで赤テロップ来ないとやばい。ああ、ダメだ。おお、4回行った。頼む、赤赤赤。ここ越えればね、ちょっと熱いんですよ。おお、行った。あれ、でもここで赤テロップまで行かないって俺初めてだ、これ。うーわ、微妙。滑り回数も重要なんですけど、そこも最後の方まで行って赤行かないって。うわー、金太ヤマト、金ヤマト、え、金ヤマト出た。激アツ。激アツですか。うん、頑張ってください。なんとか。ただこれ薬物が起こってこないとやばいよ。薬物、薬物、今、よし、だ、だよ。さあ、波動砲、波動砲じゃないです。最終決戦に来ました。嘘、熱い。今日一ですか。今日一行きましょう。ただここも本当ね、頑張ってください。頑張る。この役物のこの後のフラッシュが赤どっかで出るんですけど、赤じゃないときついんだよな。一体どうする。緑だ。まあまだ波動砲リーチの緑よりはあれだけどね、これが超重要なんで、チャンスアップが他にあんまないから。いやマジ俺悪いけど、ポコポコ大作戦1回目に出た、はい、あれ出るよ俺、これで外したら。さすがに、え、ヘッドバン出ます。出るよ。出るからね。あ、丸見え、丸見えなんだよ。丸見えなんですよ。外れたよマジで、最強リーチ。おーい、おー、マジで危ない決定ですか。ヘッドバンする、ヘッドバン。時間のようです。はい、悔しいな。いやー、まあまだ分かんないですよね。そうだね。一応確実なのは、うん、七さんの首が痛んだという。そう、もう激痛です。歌は確実なんで。お疲れ様です。まあ、はい、一応エンディング楽しみにしたということで、はい、今日はお疲れ様でございました。お疲れ様です。今回3人がお邪魔したのは東京都渋谷区にあるメッセ笹塚店。こちらのホールにはパチンコ320台、スロット200台を設置。最新機種から人気機種までバラエティ豊かなラインナップをご用意しております。ご褒美のお店到着でございます。わー、来ましたね。料理も
しっかりテーブルいっぱいにね、ずらっとあるよ。ずらっとあるんですが、はい、こちらですね、先ほどまで実践していましたメッセ笹塚店さんから歩いて10分ぐらい、うん、そうですね、結構近い距離なんですけれども、うん、そこにあります、うん、タイ料理の、セラドンさんにお邪魔しております。すごいいい雰囲気で、ね、今回お邪魔したお店は東京都渋谷区にあるタイレストランセラドンさん。こちらのお店はこの道約40年のシェフが作る本格的タイ料理を味わえ、老若男女幅広い方たちに愛されるお店となっています。今回は、コース料理を、ね、用意していただいていまして、はい、サファイアコースっていう、はい、いいね、一流っぽい、いいね、シティのいい感じの中にそう、ちょっと一流とちょっと納得ですね。うん、分かる、分かるけど、はい、ちょっと、うん、オッケーオッケーを、はい、どうしたんですかこれね、何してあのヘドバンしてめっちゃめっちゃ痛いし、声枯れたし、腰だね、マジすごいですよ。これのね、あったかいね、うん、あ、これ本当になって血流良くして、首も治んじゃないかなっていうのもちょっと楽しみですけども、はい、そういうわけで、ちょっと飲み放題付きでドリンクも、はい、お酒黒生いただきました。黒生をガバジュースで、はい、いいねサクッと、なかなか食べないですからね、うん、もねなので、まあ食べれるかどうかは結果次第という。あ、そっか、それがあるんですもんね。そっか、そうだったわ、うん、そうなんですよ、血流良くなるかどうかもなんか分かんないですよ。そうだ、まだ分かんない。まあでもね、みんなでね、プラスになればいいって話だからね。そう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 、うん、ちょっとテンションはね、若干下がりですけど、みんなで、うん、まだ分かりませんから、まだ分かんない。そう、一応発表していきましょうか、一人ずつ定まの方。そうですね、はい、じゃあ七さんから。いいですか、僕からお願いいたします。私ですね、はい、うちうちやりましてマイナス8625。8000ってこいったなそんな言ってたか、ごめんなさい、本当に行きました。あれ今日大当たり。いやもう、でもやりたいもう痛いわ、悔しくてやりたいのに、やりたいけど全然ない、残念ながらゼロです。ゼロだ、はい、すいません、お願いします。あとは痛いは痛い。わかりました、じゃあ私、はい、託された私なんですけれども、さだまマイナス5125個です。5000 2人で大台突破してんじゃんえはい、やばい、でも、ね、地獄症状愛がめっちゃ強い。そうだそうだ、あるから、これ私ですか、うん、いやもしかしたらあの後当たってるとか、そう、ある、全然あるかもしれない。そうです、ね、カバーできる分ぐらい出ちゃうから。そうですよね、うんうん、まあ、私が2人分のね、こうカバーできてればいい、まあ、どっちかでもいいですし、うん、そうだね、まあ、5000個以上。そうですよね、うん、116個、えプラスです。いや、プラスだよ中途半端プラス、プラス116個しかプラスになってないので、食べれるの私だけじゃないですかね。え、てか食べれるんだ。食べれるんだ。どうせならもう3人で退席しようと思ってたのに。あ、もうじゃあ退席していただいて大丈夫ですよ。いや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 、え、嘘、食べれるの一人で。そんな、明日タマスで食えるの。最後の、一回当たったやつが良かったんです。あれがなかったら私もマイナスです。あ、投資って少ないもんね。そうです、投資がそう3000円だっけ。3000円だったので。マジか。あったら単発でもなんとかなる。うわ、何、一人食べるのこれ。うん、痛いですね。痛いんだよ全然お腹減ってきてたもん。ねえ、そろそろ入るよっていう時だったのに。あら、しかも辛い匂いがすごい食欲をね。確かに見るから。じゃあもうお家帰ってご飯食べたらいいんですか。それはちょっと食レポを聞かせてちょっとね。食レポは確かに、もうせめて食レポで何食べたいんだよ。じゃあ私一番遠いトムヤンくん食べようかな。やっぱタイ料理行ったら ね、まあ、そうですね。ちょっと届かないんで取ってもらっていいですか。暇でしょ、食べないでしょ。暇でさ取ってもらっていいですか。いいですよ、いいですよ。いやー、すごいいい匂いがめっちゃするわ。うわ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 、これ予想だけ。予想って終わりですか。マジか。大丈夫です。うーわ、具だくさんだよこれ。すごい、ちょっと構想もね、しっかり入れて。いいなー。うわー、うまそう。うわ、いい匂いする。じゃあ早く渡してくださいよ。どうしようする。あ、美味しそう。マジで、はいはいはい。
ありがとうございます。え、ちょっと、ちょっと食べたいんですけど、その前に、やっぱちょっとこれ飲みたい、乾杯してもらっていいですか？これだけ飲んでもいいですか？ダメです。ダメです。ダメなの？乾杯してもらっていいですか？すいません、ちょっと。やっぱね、最初の人来たね。俺初めての飲んじゃいけない乾杯って。いただきます。頑張ります。いただきます。いただきます。お疲れ様です。書かない方がいいって、これ。あ、おいしい。めっちゃおいしい。超おいしい。よっしゃ、食べよう。食べよう。一人でどんどん進行してるみたいな。いただきます。あ、すごい匂いが。あ、すごいよ。何が？香辛料の味が。あ、めっちゃ本格的な味がします。いや、もう一流タイ料理だ。確かに、うん、超いい匂いしてくる。もうすごい美味しい。早く、うん、次の行けって。もういいよ、ともやむくんは。もうイライラするから、早く次食べてよ。次の料理。いやいや、もうお込みが番犬になってる。タイ料理専属の番犬になってるから。うん、次何にお召しになります？何食べる？グリーンカレー食べたい。グリーンカレーいいね。あ、じゃあ予想でごめん。ご飯も。いや、ご飯、ご飯ちょっと別で予想って、これやってやって。別に予想って。こいつ、次の収録覚えとけよ。うわ、具だくさん。こっちもすごい量だよ。すごい具だくさん。大丈夫ですか？うん、大丈夫、大丈夫。うわー、トマト、ごめん、トマトじゃねえ。もう何て言うか分かんない。頭おかしくなりますよね、なんかもう、なんか悔しくすぎて。悔しくて、もうパプリカの色がトマトに見えてきてるのびっくりした。うわー、鶏肉かな、分かんないけど、すごいでかい肉が。最高マジ。はい、はい、どうぞ。うわ、ありがとうございます。ご飯はいいの？あ、大丈夫です、いいんだ。うわグリーンカレー、いただきます。あ、なんか思ったより全然辛くない。マジで？そういうの後から来る系じゃない？大丈夫？全然。結構見た目すごい、お肉にすごいしっかり味がついてて、めっちゃ美味しい。じゃあ見た目、グリーンカレーってちょっと俺食べたことないから、結構さっぱり？なんか、うん、すごいさっぱりしてます。グリーンカレーって結構辛いイメージあるんですけど、うん、全然辛くないよね。すごいゴロゴロ入ってる。いい、ね、じゃあこう、辛いものダメな人も食べやすい感じ。へー。ですし、やっぱ野菜いっぱい入ってるんで、女性にはすごいいいと思います、うん。じゃあ私も、やっぱりこれは、ね、食べて綺麗に なってほしいですよね。なんか欲しいですよ、おかしくない？もう何なんだよ、君は。おかしかったけど。わかるわ、でも。じゃあそろそろ締めてもらう。ということで、今回も負けたため締めてもらいます。もうダメだ、もうそうした方がいいと思う。ここに来ると頭狂っちゃう、もうとにかくなっちゃいそうになっちゃうんで、ここで締めちゃいたいと思うんですけれども、はい、いや、ちょっと2回連続3人、あ、3回連続かな、もうまともに食べてないんですよ。誰か1人とかそういう感じなんだ。そうなんですよ。いいところをちょっと見せてないので、次回こそはもうなんとか、もう3人とも笑顔の。それがいいと思う、絶対にこの番組で見てる方もね、うん、あーってなってると思うんでね。はい、あといっぱいお伝えしたいこともありますしね。なので本当に、まあ、お店の魅力をお伝えするためにもね、本当次回こそはなんとか全員プラス頭になるように頑張りたいと思いますので、懲りずに見ていただけたらと思います。噛んじゃったわ、私が。懲りずに見てくださいね。それではまた来週、さよなら。さよなら。ごめん、どうしたの。匂いだけでも楽しまないと。さよなら。ポコポコ大作戦、次回もお楽しみに。